の組織作り、最高の組織作り、ベンチャー CXO の葛藤。このポッドキャストは急成長する組織を上手に拡大していくための実践的なアプローチを深めていく番組です。ベンチャーの CXO として日々悩みもがきながらも楽しく最高の組織を追求している私たちの日々の葛藤を赤裸々に語っていきます。はい、じゃあよろしくお願いいたします。私、株式会社マネフォワードビジネスカンパニー CEO の武田です。私、株式会社ミミグリ CEO の原でございます。第7回ですね、始まりましたけれども、実はですね、リリース後初めての収録ですね。正確に言うと第1回だけじゃなくて今第3回目まで、リリースをした後での初めての収録と。そうですね、はい、初めてね、ということで、はい、で実はですね、早速、お便りいただいておりましてですね、少し読み上げさせてもらいたいなと、はい、ポッドキャストネームペンペンさんからですね、はい、武田さん原さん、ポッドキャストスタートおめでとうございます。こういうジャンルの配信があるといいなと思っていたので嬉しいです。最初は組織ってお題だしマネージャーや HR 向けかなって思っていましたが、第1回のお話は若手メンバーが聞いても十分面白いと思いました、注意に布教しときます。自分も日々仲間と悩みながら組織に向き合っているので、これからの配信を通じて共感したり気づきをもらえたりするだろうなと大変ワクワクしています。今後のテーマも楽しみにしています。いや、めちゃくちゃありがたいですね。本当にありがとうございます。本当にそう、確かにあの1話目のお話に関してですもんね。そうですね、うん、あれですよね、原さんが移動できなかったら辞めてやるみたいな、なんかそういう話の回ですよね。僕だけじゃなくて武田さんもあったよねっていう、まあ、はい、そうですね、そうですね、はい、ちゃんとね、そうか、言っとこうかなとあ、でも確かに、はい、そうですね、あの回はメンバーの方とか新卒だったりとか、その2、3年目くらいでね、なんかそんな感じになったりするかなみたいな、なんかそういうお話だったので、そういう意味で言うと確かにいろんな方に聞いていただける話だったのかなって感じもしますし、うんうんうん、あのみんなに共有しておきますみたいな、なんかそういう風に言っていただけるのもすごく嬉しいですね、はい、いや本当にありがたいですね。ありがたいですね。まあでもあれですよね、まあ、この前のそのお話もそれに向き合って悩んだりとかするマネージャーみたいなのもあると思うんですよね。あ、そういう見方もできますよね。そうですよね、そういう若手に向き合っている、うん、まあ、マネジメント層みたいなね、大体あれじゃないですか、いきなりね、そのスケジュールにご相談みたいな感じでスケジュール入ってきて、はいはい、いや絶対なんだよみたいな感じめちゃくちゃありますね。あるじゃないですか、はい、急にね、はい、うん、急にね、内容全く書いてなく、はい、タイトルだけ ね、ご相談みたいな、うん、ちょっとお時間をいただけますか、はい、なんだよなんだよみたいなあれ来ると気が気じゃないですよね。嫌だよね、うん、俺聞いちゃうもん、何何っ て、あ、分かる分かる、うん、めっちゃ聞いちゃう。そう、最近だと私秘書の方にスケジュール調整全部お願いしてるので、秘書の方から入ってくるんですね、はいはい、これ何の件って言ったら、いやちょっと内容はお伺いしてないですみたいな。それ嫌なんだよな。みたいな、はいはい、で思わずダイレクトメール送っちゃって、はいはいはい、何何みたいな。いや、でそうすると、うん、いえそんなに重たい話ではありませんって言って、ね、そんなにって何みたいなでも重いんでしょみたいなそう、それか、いやちょっとね、DM ではちょっとあれなんで、うん、直接話しますみたいな。もう超嫌だよ、ね、はい、それが一番ね、ちょっと、まあ、危険なケースですね。そうだよね、うん、だからってことは我々がさ、そうやって、まあ、メンバーの方からされて、うん、イエーって思うわけだから、逆のね立場で言うと、私からするとその辻さんとかにそういう風にコミュニケーションすると辻さんもそわそわするんだろうなと思って、うん、はいはい、今度やってみよういやでも本当に改めてお便り本当にありがとうございました。いや本当にね、ぜひこれを励みにというのと一緒にね作っていけたらいいなと思うので。そうですね、はい、なんかこんな話してよとか、うん、こんなテーマも扱ってほしいなとか、なんかそんなことももし言っていただけると。そうですよね、すごく嬉しいですね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですよね、うん、はい、ぜひなのでお待ちしておりますので、これからもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。最高の組織作り、前々回お話ししてきたような、うん、まあ、採用の段階を分けると、募集団形成、それからまあ選考ですよね、うん、でそれからアトラクトをしてまあ採用っていう流れが、まあ一応一般的かなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、すごいざっくり言うとそうですね。そう、すごいざっくり言うと、はい、今回はアトラクトについて深掘っていきたいなというふうに思います。アトラクトですか、はい、アトラクトでございます、はい、
で、まあ、さらに今話してきたのって基本的に立ち上がって初期のフェーズの話をしてきたと思うんですけど、まあ、そもそも大量の人がやっぱ受けに来てくれるわけではないし、うん、ぜひ入ってほしいなっていう優秀な方々っていうのは、はい、まあ、基本的にはまあ奪い合いになるのが常かなというふうには思うんですよね、うんうんうん、まあ、なんでそのためこうアトラクトっていうのは非常にやっぱ重要なテーマだなと、うんうん、特に、まあ、武田さん前回とかですかね、クラビスさんの時に、はい、まあ、壮絶に振られたとか振られまくりだったみたいなことをお話ししていただいたんですけれども、うんうん、まあ、そのあたりの経験とか、はい、アトラクトのポイントみたいなところですかね、はい、ちょっとまず聞いてみたいなと思うんですけど、アトラクト、うん、難しいですね。ちなみに原さんも、ね、人事の責任者とかやられてて、はい、であれでしょ、数十名だったところから500名まで持ってたでしょ。めちゃくちゃ大変でしたよ、ね、キャディの時の。キャディさんってその、はい、なんだろうな、すごいこう勢いのあるあの会社さんだってことはみんな知ってますし、露出もすごいいろいろとあるし、うん、注目度が高いっていうのはあるものの、うんうん、でもなかなかそれだけの人を取るのって難しかったと思いますし、うん、例えばどうなんですか、あの提示する年収だったりとかって競争力があったのかでいうと、うんうん、必ずしもそうじゃなかったりするところだってもあるんじゃないかと思うんですよね、そのスタートアップだったり、まあ、スタートアップだからね、うんうん、そうですよね、うん、っていう中でアトラクトってなんかアトラクトしたんですよね、きっとね、たくさんたくさんしましたね。逆にね聞きたいの、俺アトラクトって何なのって思ってて、シンプルによくね俺もアトラクトしてくださいって言われるの、うんうんうん、アトラクトって何って調べると魅力付けみたいな感じでしょ。はいはいはい。いやいや自分からね魅力付けって嫌じゃない、うん、なんか嫌じゃないっていうかさ、うん、何を言ったってそのいいこと言うに決まってるじゃんみたいな感じになると思うし、はい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 、ね、アトラクトしてくださいって言われた時に、うん、原さんはそれをどう受け取って何をしてるのかっていうのをちょっと先に ね、 あそうですよね、お伺いしたいなと思って。なんかそのやっぱり結構バッドパターン的にあるのがアトラクト、うんうん、大体内定が出て、はい、採用したいですってなってからアトラクトしてくださいみたいな話が、はいはいはい、まあ、多いですよね結構。ああそれあれでしょ、内定こっちから出しました、うん、でも複数社から内定を持たれていて、うん、最後内定をこう承諾するのかどうかのところでしてくださいみたいな、うん、そういう感じだね。そう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 、うんうんうん、でそれが結構もうその時点で結構まあ負けているっていうふうに思った方がよくて。あなるほど、はい、基本的にはどのプロセスにおいても、うん、やっぱりアトラクトをしているっていう状態でいることがすごい大事です、ね、そうですね、そうですね。求人票もそうだし、うん、採用ブランディングみたいな話もそうだし、うん、あとやっぱ面接のやっぱり体験だったりとか、うん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 、そういうものが全部アトラクトプロセスであるっていうふうに、まあ、捉えた方がいいっていうのが、うん、まあ、まずありますと。おっしゃる通り、はい、うん、であとはやっぱり魅力付けっていう風にアトラクトっても言われると思うんですけど、うん、魅力付けでもあるんですけど、もう一つやっぱすり合わせでもあるなっていう風には思うんですよね、うんうんうん、こっちから魅力をめちゃめちゃ伝えて来てくださいっていうのはそれはそれでもちろん大事ではあるんですけど、うん、逆に言うと候補者の方からこの会社ってどんな会社なのかなとか、うんうん、ここにジョインするのがいいのかどうかっていうのを、まあ、見立ててもらうみたいな、うん、そういう意識でいることが結構大事かなと思うんですよね、うんうん、はいはいはい、そうですね。あとはまさにこう候補者の方からしてみれば次働く場所を決めるっていうのは、働くってやっぱり基本的に人生で大きなシェアを占めていることだと思うので、うんうん、すごい重要な意思決定をしようとしてるじゃないですか、うんうん、でも6、7割ぐらいの人は、うん、自分のその明確な軸みたいなのが、うん、最初の時点でやっぱ決まってない人が、うん、まあ新卒はさらにですけど、うん、中途でもやっぱり多いんですよね、うん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 、なんでアトラクトですり合わせってさっき言いましたけど、うん、その上ですごい大事というかスタンスとしてすごい僕は持ってたのは、うん、その人の人生を一緒に考えるみたいなところですかね。これから先どういう人生を送っていくのがいいのかっていうことを伴走して一緒に考えていくっていうスタンスがめちゃくちゃ大事だなと。ありがちなのが転職って結構とらわれの前提条件っていうのに、まあ、知らないうちに縛られているケースっていうのは結構多いなと思っていて、うん、やっぱりそのある程度活躍できる目処が立ちそうとか、うん、あの報酬はこれぐらいでとか、うん、役職はこういう地位でいたくてみたいな、うん、そうなると結局何が起こるかっていうと前の職場の延長線上にあるところにこう意思決定が傾いていくみたいなところがあるなと。だから採用してて候補者さんと会うとそういう傾向を持って受けてらっしゃる方って多いなって思うんですよね。いやなんでそうなってんのかなってちょっと思ってたんですよ。やっぱ基本的に日本の社会の特性ってなんか最近ちょっと変わってきてるとはいえど、うん、雇用の流動性やっぱ低い、まあ、要は転職慣れしてないみたいなところあるじゃないですか、はいはい、まあ欧米と比べたら圧倒的にそうだって言われてますよね。そうなんですよね、うん、つまりこう転職って、まあ、なんとなく怖いとか、うん、その不確実性が高いっていう感情は中途であったとしても、うん、やっぱりまだまだ多いなっ
ていう、結局そういうことだと思うんですよね、はい。まあ、だからイメージしやすかったりとか、まあ、バランス取れたところに流れがちみたいな、うんうんうん、まあ、その辺理解できるなっていうところなんですけど、うん、なんかでもそもそもこう転職をしようと思った背景とか、うん、まあ、その企業を受けている理由みたいなのって何なんだっけっていうのと、うん、その裏にはやっぱ何をこう、まあ、例えば人生で探求していきたいのかとか、うん、まあ、もっと言うとどう生きたいのかみたいな話、うん、っていうのがなんかあるはずだと思うんですよね、うんうん、なんでそういう個々人の表面的なとらわれの前提条件みたいな、はあのではなくて、はい、まあ、深いところにある根っこにライトを当てていくみたいなのが僕すごい大事だと思うんですよ、うん、そうですね、うん、よく転職の軸って何ですかみたいな話をするじゃないですか、うん、そうするといろいろ出てくるんですけど、うん、僕結構やるのがやっぱもう全部の制約を取っ払ってその自由にどこでも働ける場所を選べるとしたらどこで働きたいですかっていう話、うん、で結構起点にすることが多いんですよね、うんうん、で結構そのさっきのとらわれの前提条件っていうのを元に考えてることが多かったりするので、うん、まあ、その枠をこう取っ払って話をする、うん、で、まあ、具体的な例えばエピソードで言うとキャディの時とか、うん、で言うと結構そのある大手の IT サービスの、まあ、部長クラスの人みたいな方を、うんうん、アトラクトしてる時とかって、うん、全部制約取っ払ってその自由にどこでも働ける場所を選べるってなったらどうですかっていうふうに聞くと、うん、いや自由にしていいなら地方創生やりたいんですよねみたいな話が返ってきて、うんうんうん、で、まあ、どうして地方創生やりたいんですかっていう話をすると、うん、まあ、今の社会をより便利にするとかっていうよりも、まあ、地方でやっぱ顕在化している、うん、まあ、要はたくさんの人が困っている解決すべき課題みたいなところにこう解決することに貢献していきたいみたいな、うんうん、でどうしてまあ顕在課題解決への貢献がしたいんですかってなると、その時言ってたのは、これまでは便利で新しい IT サービスを作るっていうのが、うんうん、まあ、ワクワク感があって楽しかったんだけど、自分の視野が広がるにつれて、うん、あのまだ手つかずの課題があふれてる、いろんなところにやっぱまだ社会の中で、まあ、明確なやっぱ負があるみたいなところですかね、うん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 、そこにその気づく機会が増えてきて、でそこに貢献した欲求が実は高まってるというか、それやりたいんですよねっていう話、うんうん、深掘っていくとそういう話になっていく、うん、でそうするとあの結局でもその人と受けてるものが、うん、似たようなやっぱり延長線上の IT サービスが受けてるんですよね、うんうんうん、であれそういう軸に照らし合わせるとそこってちょっと違うんじゃないですかって話をしていくと、うん、確かにあんまりそういう制約を外して考えたことがなかった、うんうん、要は自分のその、まあ、これまでの経験だったりとか、うんうん、いろんなパラメーターのまあ最大公約数みたいなところによった考え方しかあんまりしてなかったなみたいな話で、うんうんうん、そこにこう気づいて、うん、あなるほどそういうふうに考えたらいいかもなみたいな話になったりとかっていうのはあったりしたんですよね、うん、その今のケースっていうのは、うんうん、要するにその方は自分のウィルはちゃんとまあある方じゃないですか、うんうんうん、まあ、だからちゃんとそういうのを持って言語化できるっていうのはそれはそれでやっぱりすごいんじゃないかと私は思うんだけど、うんうん、ただその人は就職活動の中では、うん、そのウィルよりも自分ができること、うん、キャンみたいなところで、うんうん、あのそこにこう囚われて、うんうん、うんと活動しているねっていうそういう状況だったってことですか。そうそうそうですね。なるほどね。それちなみにさ採用募集団って結構あれなのかな、うん、その重工長大系の大手とか歴史のあるところにいらっしゃる方が多いのかな。結構多いんですよ、ね、あだとするとそういうケースが多いのなんとなく想像できます。そういう構造でもありますね、うんうんうん、僕がちょっとさっき話したケースで言うと多分2つ特性があって、まあ、1つはまさに大手企業からスタートアップに転職をして来ようかどうかみたいなところ、うん、なるほどね。キャディーさんとかだとそういう方非常に多そうだもんね。そうなんですよ、うん、あの元々製造業でやっててとかっていう、うんうんうん、あのケースだったりとか、あとはスタートアップを志向しているがゆえに、うん、ピュアに自分に迷っているみたいな人たちであるっていうところが、まあ、結構特性としてはあって、ところですかね、うん、だからそれ前提に考えると、うん、結構さっきみたいなあーケースは多いなって、うんうんうん、あんまりこう自分の本当にまさになんか根っこの部分ですね、うんうん、っていうところに考えている機会があんまなかったみたいな感じですかね、うんうんうん、なるほどね、なるほどね、うんうん、あそれは非常に分かりますね。そうなんですよ。だからどういうプロセスをたどってアトラクトしてったかとかで言うと、その囚われてないかっていうさっき の, その自分の内省に火をつけるみたいなところと、うんうんうん、火をつけるとその人まあ活動していく中でこうやっぱりフィットするものしないものとかにやっぱ触れていくんで、なんかこう徐々にこう自身の根っこが言語化されていくみたいな、うんうん、でその上で報酬とか役職なとか、まあ、さっきのその他のパラメーターみたいなところがなんか根っこでは結局どこまで求めてるんだろうみたいなところにこう向き合い始めて、リスクとやりたいことの狭間をぐるぐるして意思決定みたいな、そういうプロセスを経て結構時間がだ本当に1ヶ月2ヶ月ぐらい、下手したら2ヶ月ぐらいかかるっていう、へー、
そういう方多いの？そういうパターンで、まあ、それを超えて入ってこられた方ってのは結構いらっしゃる、いますね、いるんだ、うん、どうなんですか、その勝率というか定着度合いっていうのは。ああ、それで言うと、もちろんなんか全員が全員ってわけじゃないんですけど、うん、まあ、どれぐらいの比率だろうな。さっき僕がお話しした方っていうのは、うん、あの今もめちゃくちゃ活躍されてらっしゃる、うん、でもなんかその活躍される方と、うん、そうじゃなかった方って同じような面接工程だったけれども分かれるみたいなケースってのはやっぱあるんですかね、はい、ありますね。そう、分かれることのなんかこう差分っていうのは一体何かとかってのはあるんですか。ですね、これはどうしても、まあ、やっぱりね、これは本当に何だろうな、いけないことというか是正すべき改善すべきことであるんですけど、うん、まあ、やっぱりその部署の状態だったりとか、うん、いや受け入れ側の状態でやっぱりちゃんとフォローを手厚くできるところと、うん、もう本当にゼロイチフェーズだから、うん、もうぐっちゃぐちゃでやっぱりそこにフォローしてる、まあ、暇もないみたいなケースだったりとか、うんうんうん、でそういう本当にご自身のケースもあれば、その受け入れ側の要因っていうのも、うんうん、まあ、本当にその辺が複合的に絡まってるなっていう感じなんで。なるほどね、うん、でも共通してみんなおっしゃるのは、うん、それで結局、まあ、なかなかうまくいかなかったみたいな話でも、うん、やっぱそこまで寄り添って話をして、で自分の中で意思決定をやっぱ明確にしているので、うん、まあ、みんな後悔はないっていう話なんですよね、うんうん、もちろんそこは受け入れ側が改善しなきゃいけないとか、その人が変わらなきゃいけないとか、こうした方が良かったはあるんですけど、うん、なんかすごくいい形で、うん、あの関係性を続けられる人たちになってるなっていうのは共通ですかね、うん、なるほどね、うん、いやなんかでも今の話だとそのあんまりフォローが全然なくてみたいな感じの組織って、うん、ちゃんとね結果出してくる人ももちろんいると思うんだけど、うん、それってのは多分たまたまその人がセンスがあったとか、うん、なんかたまたまあったっていう世界なのかもしれなくて、うんうんまあ、多分にそれ生存者バイアスバリバリの組織ですねって話じゃないのかなって感じはするけどね。いやもう本当にでもおっしゃる通りで、うん、まさに適者生存じゃなくて適者開発いかにしていけるかっていう話は、うんうん、もう組織を作る上でめちゃくちゃ大事なんですけど、うんうん、難しいっすよねっていう。いや難しいけどね、ただなんかもうそこってねあれだと思う、うん、今言ったうまくいった人といかなかった人の差分が何なんだろうとか、うんうん、その時の受け入れ体制側にどういうような構造があったんだっけとか、うんうんまあ、もっと言えばそこのこう責任者がどちらかというとその柔軟性が高い方眼タイプなのか、うんうんまあ、それともなんかどちらかというとこうロジックがすごく強くて正しいことを言うっていう、まあ、そういうタイプって感じなのかとか、うんうん、なんかそういうのの重複的なこう関係性からある程度の解っていうのは出てくると思うので、うん、丁寧に分類してで学びに変えていくっていう、 そうですね、いや、その蓄積だと思うんだよね、はいうん、やっぱりどうしてもその人にフィットがなかったよねっていう一言で済ませがちというか、なるよね、うん、それやってる限りねずっと割合変わんないと思うんだよね。そうなんですよ、うん、なんでそうじゃなくて我々としてどうだったんだっけっていうことをちゃんと振り返ることによって、まあ、まさにさっきの、うん、いやそこはやっぱり受け入れのこういう部分に問題があったよねとか、うん、こうできたらよかったよねっていうのはその都度こう改善をしていってはいるんですけど、ただやっぱりそのスタートアップっていう中で そのスピード感だったりとか、うん、中で言うとどうしてもその辺が意識はしてるんだけど手が回らないみたいなのは結構実態としてあるかなっていうところね。いやすげえわかります。わ、うん、かるけどそこを感覚するとやっぱりあれじゃない、勝率って本当に微みたるところだけど、うんまあ、アポ率をちょっと上げてとか、うん、商談化率、有効商談化率上げてとか、やっぱこういうののちっちゃい積み重ねで非常にこう全体のパフォーマンスが上がっていくわけなので、そうですね、うん、やっぱりできればね、さまざまな人が入ってきてさまざまな人が活躍するっていう風な状況になることが、うん、当たり前で一番効率がいいわけなんで、うん、だそうするためにはやっぱり経験をまあ内省した上で概念化していくとか抽象化して再現していくっていう、うん、そうですそうです、なんか多分そういうサイクルを回すってことしか答えはないって感じがしますけどね。いや本当そうですね、うん、アプローチとしてはもうそれしかなくて、それをおざなりにせずにというか、うん、向き合い続ける、うん、丁寧にっていうことしかやっぱないんだろうなと思いますね、うんうん、まあ、その採用とかアトラクトに戻ると、うん、その採用のシーンでやっぱり外しちゃいけないのはその方ができることとか、そのいわゆる価値観的なところよりも、うん、まあ、深いところってのどれだけ解きほぐしていくとか、あるいは深掘っていくとか、ね、うん、やっぱそういうことを経ないと、まあ、いけないというか経た方がいいだろうなっていうことと、うん、あとはアトラクトシーンでも結局人が一番響くのってのは、うん、そういう深いところの話ですり合っている時だとは思うので、うんうん、なんかそういった話をなんかお互いにするっていうことができたら、まあ、いいアトラクトになるんじゃないかって感じですよね。
はい、ということで第7回ですかね。前回前々回採用における、まあ、募集団形成とあとは面接とかっていうテーマについてお話をしてきたかなというふうに思いますと。こう候補者さんが結構いろんな軸を言うじゃないですか、まあ、基本的に一つじゃないよっていうケースは結構多いと思うんですけど、うん、そのご本人も整理しきれてないのでやっぱり一緒に整理していくっていうプロセスに結局なっていくんですよね、うんうんうん、まあそういうことですよね、うん、いやだからなんかごめんなさいアトラクトしてくださいっていうのなんか違和感がとか言っちゃったからなんかもしかするとね今後人事の人が言いにくくなっちゃうかもしれないから一応フォローしておくと別にいいんですよとそうやって言われることが嫌だとかじゃなくてアトラクトしてくださいに違和感を感じるのはなぜかみたいなそれはこういう構造だからだってことをお伝えすることによって、はい、共感する部分ってなんか皆さんあったりしないかなと思ってちょっとこういう言い方をしたってだけです、はい、ありがとうございます。まあでもね本当にそこは逆に言うと僕はなんだろうなキャディの時にすごいやっぱりそこはなんだろうな、はい、とりあえずアトラクトしてくださいみたいな言ったら、うんうんうん、いや人事としてそれはダメだよっていう話は結構メンバーにもよくしてるし何も考えずにとりあえず社長なんだから出とけやみたいなそういう感じでしょとりあえずなんか話してもらえば魅力付けになるよねみたいなやっぱやりがちだと思うんですけど、うんうん、そうじゃなくてまさに今みたいな軸のすり合わせとかっていうのができた上で、うん、じゃあ武田さんに出てもらってこういう話をしてもらえると、うんうん、いいと思います、うんうん、なぜなら武田さんってこういう背景とかバックなどご経験をお持ちだから、うん、この辺が出るとこの人のこういう部分に刺さると思いますとか、うんうんうん、なんかその辺のストーリーをこうちゃんと伝えることが大事かなと思うので、うんうん、そもそもあとはまあよく言うのがその、まあ、採用したらその後はもうなんか知らないみたいな、うんうん、忙しいから採用だけやっててなんかその人のその後どうやって活躍していくのかとかを支援したいんだけどそれができませんみたいな風に、うんうんうん、まあ友人地の方って結構いたりもう大体いますよね、うんうんうん、でも採用の中でもやっぱりじゃあその人がどういう価値観で生きてる人なのかとか、うん、その辺を採用の時に知ることによってでなんか自然と気になるはずなんですよね、うんうん、その後その人がどういう風に活躍しているのかとか本当に楽しいと思っているのかどうかとか、うんうん、なんかそういう状況をそもそも作るっていうこと自体にも、うんまあ、経営目線で見てもいい意味があると思っていて、うんうんうん、そうだよね、はい、ということで、ちょっとお話ししてきましたけれども、はい、なんかねどうなんですかねちょっと真面目な回というか、うんまあね、適度に皆さんに楽しんでいただけるように、ねそうですねはい、やっていければいいかなとは思っておりますが、はい、そんな感じで第7回、はい、ありがとうございました。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございました。最高の組織づくりいかがでしたでしょうか。番組への感想は SNS のハッシュタグ最高の組織づくりでいただくか概要欄にフォームを設けておりますのでぜひお気軽にお寄せください。最後まで聞いていただきありがとうございました。